ゲス川谷絵音二十代美女のお持ち帰り真っ最中に直撃取材開きカッコ一問一答と字カッコ。ゲス不倫騒動で完全復帰に足踏みをするベッキーをよそに、お相手のゲスの極みを止めボーカル、川谷津絵音には離今後も早々に次の恋が訪れていた。8月下旬、行きつけのバーで仲間と共に宴会を終えて出てきた川谷富はに美女の様子は恋人そのものだった。そして、 その数日後にも二人は同じバーに現れた。この日は深夜3時過ぎに店から出てくると、今度は川谷が住んでいるタワーマンションにタクシーで向かった。そこで、彼がタクシーから降りたところを直撃。はじめは驚いたような顔をしていたが、覚悟を決めたのか女性を車内に残したまま、質問に答えてくれた。タクシーから降りて直撃取材に答える川谷絵音。川谷さん。 タクシーの中の女性は新しい恋人ですかいや、そういう感じじゃないですけど。友達ですね。突然、声をかけたにもかかわらず、特に驚いた様子はない。ここは、川谷さんが住んでいるマンションですよね。あ、はい。普通は、ただの友達をこんな時間にかに入れないと思うのですが。お泊りするってことですよね。そうですね。はい。 重ねて追求すると、罰が悪そうに認めた。友達と言い張るのはさすがに苦しい状況だ。ありあまるロマンスは隠しようがない。本当に恋人ではないんですかはい、実際リアルに。彼女とそこまでは進んでいないです。では、これから恋人に発展していく可能性があるということですかそれは相手次第ですね。相手次第ということは、 すくかなからずか谷ににはその気があるのだろう。タクシーの中で待つ女性にも声は届いているはずだが、表情は読み取れない。彼女は一般女性の方ですか。そうですね。だから写真は撮らないでいただきたいです。仕事関係の人でもありません。友達の友達で、紹介してもらったという感じですね。戸惑いながらも、彼女について丁寧に答えるかはやつ。 必死に守ろうとするあたり、彼の中でも大事な存在になりつつあるのだろう。時折、笑ミがこぼれる瞬間もあった。余裕さえ感じさせたが、ベッキーの話を持ち出すと途端に表情が固くなった。ところで、ベッキーさんとは不倫騒動の後も、連絡を取っていますか連絡は取ってないですね。お互いの事務所のこともあり、暗黙の了解で取っていない状態です。今、 ベッキーさんにはどんな思いがありますか様々なことが頭をよぎったのだろうかうつむくと、地面を見ながら黙り込んでしまった。数十秒の沈黙の後、顔を上げるとはっきりとした口調でこう話ししだした。ベッキーさんには本当に申し訳ないことをしてしまったなと思っています。あと、これだけ世間を騒がせてしまったし、いろんな人にも迷惑をかけてしまったのでお詫びをしたいです。 ライブの MC で開き直ったような発言をしていたのとは別人のように、率直に謝罪の言葉を発した。わざわざすみません。ありがとうございます。最後にかわやつは礼儀正しく頭を下げた後、タクシーに残っていた女性に声をかけた。二人は連れ立ってマンションへ入っていく。ごまかしたり取り繕ったりすることはなかった。所属事務所に交際について問い合わせたが、 プライベートなことなので、コメントは控えさせていただきますとのことだった。